地の稜線の戦いは、朝鮮戦争中の1951年8月18日に開始された国連軍及び朝鮮人民軍による戦闘。地の稜線とは、多くの出血を強要された983高地の戦闘状況から正常期新聞の記者が名付けたもので、ある。陽光軍イアス面付近の地図。イアス盆地の西方に地の稜線がある。 アメリカ軍第10軍団は、急戦交渉の初期から、国連軍の軍事作戦の焦点となっていた、中東部戦線を担当しており、河川ダムからイアスボンチ南側に沿って1019、高地に至る新カンザス戦を防御中であった。しかし、イアスボンチによって、戦線の中央部に大きな湾曲部が形成され、防御の脆弱点となっていた。 第10軍団はこの問題を解消するため、第1段階の作戦として7月26日に、アメリカ軍第2師団第38連隊が、イアスボンチ西側の高地軍を攻撃し、30日にタイグ山を占領。タイグ山はイアスボンチ西側の最高点であり、その後の作戦の重要な足がかりとなるものであった。しかしこの頃に始まった梅雨により作戦は中断し、 雨季が明けた8月中旬に再開した。この時、アメリカ軍第10軍団は、韓国軍第7師団を、河川ダム北側に、アメリカ軍第2師団を、イアスボンチ南側に配置し、韓国軍第8師団を持って、隋和渓谷を防御させるとともに、韓国軍第5師団と、アメリカ軍第1海兵師団を予備とした。第10軍団正面の河川ダム北側には、 人民軍第5軍団、イアスボンチ北側に第2軍団、南へ付近に第3軍団が配備されていた。8月14日、バンフリート将軍は第10軍団と韓国軍第1軍団に下記の限定攻勢作戦の初戦として計画していたクリッパー作戦を速やかに行わせると同時に、第10軍団に対してイアスボンチ西側の983高地の攻撃を、 承認し、イアスボンチの東西両端の高知軍に対する作戦を開始することになった。この時、バンフリート将軍は、良好な天候とアメリカ軍第5空軍の支援を最大限に利用する、要攻撃開始時間に融通性を持たせること、983、高知攻撃に韓国軍部隊を運用するが、クリッパー作戦と相互の連携をとって実施するよう強調した。 人民軍は2ヶ月の降着期間を利用して強力な防御線を構築していたため、この作戦は朝鮮戦争で初めて経験する陣地戦であった。983高地の占領を命じられたアメリカ軍第2師団は第9連隊を森光霊一隊第38連隊を非宮ビ里、と第23連隊をイアスボンチ南側高地に配置し、 長蕎里から、蕎村までの新幹雑線を防御しており、第38連隊は一個大隊をもって、大愚山に偵察基地を設けていた。第2師団の左前方3キロ北側に位置する983、高知は、踏みと里と沙汰り渓谷を、寒ぬきのように横切る8キロの稜線の手法であり、南側が休憩者で防御する、人民軍に有利で、国連軍には非常に不利な地形であった。 またこの高地から第二師団の左大院支線の防御地域が後方まで完成され、第二師団にとっては首に担当を突きつけられたようなものであった。人民軍もこの高地の重要性を認識しており、九百八十三高地には第五軍団第十二師団第一連隊を九百四十高地から七百七十三高地に第二軍団第二十七師団第十四連隊を配置し、 二個師団を持って高地を防御し、国連軍の砲撃にも耐えられる数百個の延滞号を構築して、反対側斜面にも有害交通号を連結する築城を行い、人前に4から500個の箱型地雷を埋設していた。ラフナー少将は、バンフリート将軍の韓国軍に戦闘経験を積ませ、自らの能力に対する自信を持たせなければならない、という方針に沿い、 配属を受けた韓国軍第5師団第36連隊をもって攻撃を実施することにした。8月15日から砲撃と空爆が実施され、18日には7個、砲兵大隊126門の火力を集中した攻撃準備射撃に続き、午前6時30分に第36連隊は、第3大隊が983高地を、 第二大隊が940高地と773高地に攻撃を開始した。しかし、人民軍の砲撃と地雷原により、攻撃は頓挫した。そこで、攻撃部隊は、応急防御に移行し、遊軍に支援火力を要請して、陣地を砲撃する一方で、接近経路上の地雷、原の通路警戒作業を行った。夜には200門の方を集中して支援し、 樹木はなぎ倒され、岩も砕かれて、山の形が変化した。人民軍の延滞号の偽装も剥がれたが、第36連隊も移動に際して隠蔽物を利用することができなくなった。8月16日、夜明けとともに攻撃を開始した。砲撃で暴露した、警戒陣地を制圧して破壊された、地雷原を通過して敵陣に肉薄したが、後方の延滞交通号に待機していた。 人民軍が投入されたため、突撃は容易ではなかった。紀連隊長は、一挙に目標を奪取するのは困難と判断し、まず東側の940高地と773高地を奪取するため、予備の第1大隊を右第1線に投入した。8月19日、第3大隊が731高地を占領。第2中隊は、 アメリカ軍第72戦車大隊 B 中隊の一個小隊と、付戦チームを編成して773、高知東側のハと峠一帯に、攻撃のための基盤を確保した。同日夜、第5中隊の特攻隊はハと峠を迂回した後、773高知の後方斜面に接近して、第2中隊の支援下に、手榴弾を投敵しつつ突撃した。 第5中隊の主力が正面から人民軍の陣地に突撃し、第2中隊も突撃に加わって人民軍を駆逐し、20日午前2時に773高地を占領した。これに鼓舞された第1大隊と第2大隊の主力は南側と西南側から940高地を攻撃したが、人民軍の機関銃と手榴弾によって撃退されてしまった。 8月21日夕方、第二大隊は773高地を占領している、第5中隊を除く5個中隊で、南側、南西側、南東側の3方向から940高地に攻撃を開始し、人民軍を駆逐して、高地の確保に成功した。8月22日、第三大隊第11中隊が983、高地の後方斜面に迂回して奇襲し、 983、高地を占領した。第36連隊は両戦を完全に占領し、第3大隊を983高地、第2大隊を940高地、第1大隊を773高地に配置し、人民軍の逆襲に備えるとともに陣地を強化した。同日夜、983高地に対する人民軍の逆襲が始まり、 第三大隊は翌日まで続いた人民軍の攻撃を撃退した。8月24日から25日には確保した陣地を強化し、人民軍の攻撃の基盤となっていた両戦の北側にある3つの高地の占領を起としたが、すでに多くの兵力を失っていた第36、連隊にその力は残っていなかった。8月26日午前2時、新たに、 人民軍第6師団第13連隊が投入され、983コーチが包囲された。940コーチと773コーチは、過労うじて確保していたが、983コーチは、人民軍によって奪取された。983コーチから退却した第3大隊は、将兵を収容して、逆襲を試みたが、成功しなかった。紀連隊長は、 983高地西側には、アメリカ軍の部隊が、すでに投入されていたため、第3大隊を940高地に撤収させて、第2大隊と共に、同高地の防御を命じた。8月26日午前11時、アメリカ軍第2師団は、両線の南側で、カンザス線を防御していた第9連隊に、第36連隊の支援を命じ、同日夜、 第9連隊は940高地に前進した。8月27日朝、攻撃準備をしていた第9連隊、第2大隊に先んじて、人民軍が940高地に攻撃を開始した。人民軍の攻撃を撃退し、同日午後に983高地奪還作戦を開始した。第9連隊、第2大隊は、砲兵の支援下に983高地を、 攻撃したが、被害は深刻で940高地に交代した。同日夜、人民軍の攻撃によって940高地と773高地まで失った。第2師団長、ラフナー少将は、両戦を奪還するために、韓国軍第五師団に消耗した第36、連隊を交代させるように要請し、8月28日午前9時、第9連隊と、 新たに配属された韓国軍第35連隊に940高地と773高地の奪還を命じた。第35連隊は773高地を奪還したが、夜間に人民軍の逆襲で奪い返されてしまった。しかし、第35連隊は翌日昼に攻撃を観光し、同高地を奪還した。第9連隊も940を攻撃したが、 確保することはできなかった。8月28日、第10軍団の作戦拡大方針によって、予備の韓国軍第5師団と、アメリカ軍第1海兵師団が戦線に投入されたのを契機に、戦線に大きな変化が起きた。9月、左右速報から国連軍が両線の後方まで進出すると、第9連隊の攻撃は進展し、九月三日に七十三高地、 9月4日に940高地、9月5日に983高地を続けて奪取した。940高地と983高地は人民軍がすでに退却したため無欠占領であった。これは戦闘で消耗し、国連軍が後方まで進出したことによって増援が阻止され、包囲の危機に直面した人民軍が9月3日から5日の夜に退却した。 ものと判断された。ありがとうございます。